皆さんこんにちは、ちえです。今日はこちら、はい、お久しぶりです。リップマンスリー、あのねリップマンスリーね、すごく安いの。これでね、12ドルいくらで1500円、1300円、1400円までいかないか、まあレートによって変わるけど、1000円ちょっとぐらいで送料込みで日本に今までこれを送ってくれてたのね、毎月。でもね、それでよく商売成り立つなって私は思ってたんだけど、成り立たなかったんだね、やっぱりね。なんかどうやら昨今のこの輸出入のあれじゃないですか、やっぱレートが上がっているので、僕ちょっとこれ続けるの厳しいっすっていうことで、アメリカ、カナダ以外には送りませんみたいな感じになってしまったんだよね。私に今来てるあのリップマンスリーからのメールには、今とりあえずこのサブスクリプションしている人に関しては、あのアメリカ、カナダ、あとどっか違うところもあったと思うけど、それ以外に住んでる人に関しても送料は入ってこう16ドルぐらいになっちゃうけど送り続けますっていう感じだったんだよね。でもどうなんだろうな、もしかしたら中止になるかもね。まだわかんないので、だからね、ちょっとね上げてなかったっていうのもあるんだけど、リップマンスリー待ってますっていう風に言ってくれる人が結構いるので、この10月と11月をドドンと一挙にやっていこうと思います。それでは興味のある方はこのままご覧ください。どうぞ。はい、それじゃあサクサクやっていきますね。まず10月もトータルバリューは 54.99 ドルだったよ。あ、違う、これセプテンバーか、9月10月だったのね。はあ、すいません。そう、まだ11月のは来てない。来てないし、来るのかな？もうちょっとそれも謎。まずはね、あ、ネイルだ。ピッて貼るやつだね。もうちょっと柄が好きなじゃないのでは貼らないけど、ネイルがまず入ってます。これで11ドルだって。はい、それでは。まず、これ、ワンダーリップペイントの、これ真っ白なんだけどさ。これハロウィンに合わせて送ってきてたのかな？もしや。かな？ちょっと今オイルと分離してて、ちょっと気持ち悪い感じになってるけど、大丈夫？これ大丈夫？これは何？リップペイントだから、これ塗る感じだよね。ちょっと行ってみます。なんか本当に真っ白なのが出てきた。あーハロウィンにあったらよかったんじゃない？なんか近未来メイクみたいな。はい、次、もう一個はスタールックスのリップクレヨン、19ドル。なんだろうな、ライラックみたいな感じの色。つけまーす。すっごい色、ハロウィン仕様だったんだね、9月のバッグは。なんかでもね、すごくブライトで均一につくし、発色もすごくいいし、まあ、つけるかつけないかは別として、このなんかユニコーンカラーみたいなの可愛くない？まあ、つけないけどね。次、ちょっと9月ユニークすぎでしょう。で、最後はこちら、モデルコーモデル CO のリップライナーです。全然クリーミーじゃないし、こうやって引っかかる感じだし、リップライナーとしては絶対使わないな。まあ、仕上がりの色としてはなんかまあヌードな感じで綺麗なんだけど、ここまでたどり着くまでに時間がかかりすぎる。もうちょっとクリーミーだったらいいのになと思います。まあ、このヌード感は嫌いじゃないんだけどね。惜しい。じゃあ10月、10月はトータルプライスが54ドルで4品入ってますよ。まずはこちら、カーゴコスメティックスから出てるカーゴリップグロス。かなりオレンジな感じなんだけど、さっきのヌードの上につけてみようかな。
発色はすごく良くて、このオレンジもね可愛い色なんだけど、うん、結構ベタベタ感はあるかも。じゃあ次はね、ダーティーリトルシークレットのベイクドハイライター。色はサンキストっていう色です。スウォッチするとこんな感じでね、かなりゴールド味の強いハイライトなんだけどね、あ、綺麗綺麗。ちょっと私のスキントーンに合うかな。ちょっとじゃあこっち側に、まあ今もついてるんだけど重ねてみようかな。うえー、すごいね。おー、あ、でもそんなゴールドゴールドな感じにならないんだ。あ、綺麗。あ、すごく綺麗なハイライト。あ、いいねこれは。なんかアイシャドウとかとして使うのもいいかもしれない。すごい綺麗。あ、いいな、いいね、いいよ。次はね、リップライナーとリップをね一気にご紹介しようかな。こちら多分ね、この2つをコンビネーションにして使ってくださいってことだと思うんだけどね。一つはラリッチィのリップライナー$18で、色がねすごくこれ綺麗、ブリックっていう色なんだけど、もう一つがボムシェルリップスティック、前もあったね、これは$6で、色はねチャームドっていう色かな。なんか本当に秋らしいね、あのなんかパンプキンみたいな色。じゃあつけていこうと思います。途中なんだけど、すごくクリーミーで綺麗なね、ブリックカラー。じゃあこれだけ残して、真ん中をね、パンプキン色のリップで埋めていこうと思います。なんじゃこれ、めっちゃ綺麗な色。仕上がりはこんな感じです。あ、これ単体でつけたいな。ちょっとやっぱりこのチャームドを単体でつけたいので、もう一回。あー、これかわいい。このね、色はなかなか日本に売ってないよね。なんだろうな、本当にね、パンプキンパイの中身みたいな感じの色。すごく私は好きです。なんか本当秋って感じだよね。リップだけですごい秋になった。これかわいい。はい、9月10月のリップマンスリー開けていきましたけど、いかがでしたでしょうか。ほんとね、9月のリップに関してはかなり本当に冒険色が入ってて、あの実用的ではないなっていう感じがしたんだけど、そういうハロウィンの季節に合わせたものだと思うので、ハロウィンだったらすごく楽しめたんじゃないかなと思うし、このね、ライラックパープルはうん、すごくねかわいい色だと思います。で、10月のバッグに関しては結構好きだったな。私このボムシェルコスメティックスのこの6ドルのリップ、この色なかなかないし、すごく可愛い色、なんかほんとちょうど紅葉みたいな、すごく可愛い色で、このブリックっていうリップライナーもすごくクリーミーで使いやすかったし、バンピーな感じのルックをするときにいいんじゃないかなと思います。このベイクドハイライター、ダーティーリトルシークレットのハイライターでサンキストっていうゴールドなんだけど、肌にのせるとそんなにゴールドゴールドしてなくて、すごく綺麗な輝きをしてくれるので、これねいいね。これいくらなんだろう、14ドルか。うん、すごくいいと思います。はい、お届けしましたリップマンスリー、今回が、うん、最後かなって思います。今まで来てる9月と10月のリップマンスリーはこんな感じでした。参考になったら、まあ、楽しんでいただけたら、なかなかね手に入らない人もいると思うんですけど、まあ、こういうリップもあるよみたいな感じでね楽しんでいただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。